鳥越雄介は、大分県臼杵市出身の元プロ野球選手、コーチ。愛称は、鳥さん、声。現在は、千葉ロッテマリーンズの二軍監督を務める。臼杵高校を経て、明治大学に入学。明大野球部時代は、3番、遊撃手として活躍し、1991年の第20回日米、大学野球選手権、大会。 1993年の第22回日米大学野球選手権大会においては、国母勇気や井口忠人らと共に全日本メンバーにも選ばれる。リーグ通算67試合出場、248、打数68安打、打率、274、8本塁打、31打点。1993年ドラフトにおいて、中日ドラゴンズを逆指名し、 ドラフト2位で中日に入団。当初は大学全日本メンバーであり、身長189センチメートルという大柄な体格から大型内野手として期待され、当時の監督の高木森道からは、長打が打てて守れる2番ショートの方針を打ち出された。1994年の10.8決戦でも、立浪和義が負傷して、途中退場し、大層、ショートの守備についた。 身長を生かした守備では存在感を示し、若手時代には難があったスローイングも改善。1996年からは、マスダ大輔と一点二番を組んで、レギュラーとして活躍した。1997年には、遊撃手のポジションで、守備率997の日本記録を樹立している。同年11月に巨額の脱税が明らかになり在宅起訴され、 翌年の1998年1月に有罪判決を受けた。1998年はプロ野球脱税事件の出場停止処分のため開幕から4週間は2軍を含めて試合に出られなかった。処分解除後も内野には阪神から移籍してきた久慈照義や当時絶好調だった李商藩、ロッテから移籍の南、淵と北隆がおり、 控えにも復調した種田一氏や神の純一がいたことから出場機会が激減した。1999年には遊劇種の福留光介が入団し他のポジションにもクジやレオ・ゴメスらがついていたためシーズン途中に河の両とのトレードで福岡大英ホークスに移籍した。大英移籍後は守備が監督の大貞春から高く評価されて一軍に定着。 遺跡初年度である1999年の10月には、自身初の1試合2本塁打を放っている。2000年シーズン開幕は、控えで迎えたが、浜田千尋の怪我や柳田正人の不審により2塁手のポジションが空き、5月まで打率が3割を超えるなど、打撃好調だった鳥越は2塁手の定位置を獲得した。遊撃手のレギュラーだった井口忠人が夏場に故障で、 戦線離脱したため、以降は、遊撃手のレギュラーとして出場し、同年9月1日の5連敗と、優勝争い脱落の危機の中、迎えた、オリックス戦では、逆転本塁打を放ち連敗を止め、以降チームは9連勝した。また9月30日の近鉄戦ではサヨナラアンダを放つなど、優勝争いを繰り広げたチームの中で貴重な活躍を見せ、オフには、 球団から某西博と共に表彰を受けた。この年の日本シリーズでは、井口が復帰したため、再び二塁手に戻って、シリーズに全試合スタメン出場したが、シーズンオフの周期キャンプで、王は遊撃手としては守備の正確性に欠けていた井口を二塁手に、コンバートさせ、2001年からは、鳥越を遊撃手のレギュラーとして起用すると明言し、レギュラー確約を手にする。 この日本シリーズに際して出場できなかった古巣中日に対して背景、星野千一様とコメントした。レギュラーを確約された2001年のオープン戦では12、球団打撃ランキング4位という好成績を収めながらシーズン開幕直後から打撃不振に陥り、6月からは浜名や野野垣志らとの併用となった。結果、この年一度も賞がなく、 シーズン通じて一度も打率を2割台に乗せることない打率。174と打撃成績が低迷した。2002年は開幕レギュラーは獲得したものの、打撃不振で川崎宗則や野々垣にポジションを譲ったが、夏場から打ち出して打率を6分近く上げ、王の信頼を再び取り戻す。2003年は故障で出遅れ、5月に入っても無安打だったが、 5月2日の対ロッテ戦で同年初安打をサヨナラ打で決めてヒーローインタビューで明けましておめでとうございますと発言した。その後はすぐにレギュラーに復帰した。チーム全体は日本記録の打率297をマークする中、本人は打率212と低迷し監督からお前が250打っていたらチーム打率が3割だったと言われていたと。 本人もネタにしていた。しかし鳥越が打点を挙げると、チームが負けることはなく、不敗神話と言われた。日本シリーズでも全試合に、スタメン出場し、打撃でも5打点を挙げるなど活躍した。オフのパリーグオールスター東西大抗では、吉崎勝から、サヨナラホームランを放ち、MVP に選出された。シーズンオフに、元レースクイーンの鈴木真美子と結婚した。 2004年シーズン以降、川崎が声優劇士として活躍したことから、控えに回ることが多くなったが、松中信彦や同い年で友人である、種田一氏の助言を受けて、種田,田のガニ股風の打撃フォームに改造したことで、体が前に突っ込む癖が改善し、得点圏打率が大幅に上昇した。しかし本人はお立ち台で、種田,田みたいで格好悪いと語っていた。 その後、ホルベルト・カブレラの外野主転向に伴い、対左投手二分が悪かった、本間マ・に代わって、相手投手が左腕の場合に二塁に使われることが多くなった。2005年は内野の全ポジションを守った。2006年は4月に二塁守備の際、サヨナラ負けにつながるエラーを犯してしまい、それ以降守備要員の座を森本マナブラに明け渡した。 7月2日の試合でファーストを守り、2006年も内野の全守備位置に就いた。オールスター出場を果たした、本間の活躍や、新人の本田雄一の台頭もあり、夏場まではほとんどベンチスタート、そして大監督が病気療養となり森脇工事1軍チーフ兼内野守備、総類コーチが監督代行として指揮を取った8月には2軍降格となり、 34試合の出場に終わったこともあって10月に引退を表明した。2007年にソフトバンクの2軍内野守備、総類コーチに就任し、2009年から2010年は2軍監督、2011年からは1軍内野守備、総類コーチを務めた。2011年11月10日、レギュラーシーズン終了からクライマックスファイナルステージまで試合間隔の悪、ソフトバンクは 異例の紅白戦を行った。この紅白戦において赤組の三類種として出場。一度の守備機会を無難にこなした。2012年3月4日に行われた柴原用の引退セレモニーでは遊撃のポジションについた。この日はロッテとのオープン戦だったこともあり、元チームメイトの井口が二類についた。そのため、内野陣は一類松中、二類井ノ口。 三類、国母、遊撃取鳥越えという大英王ゴンキのメンバーで、打席に立つ柴原の最後の花道を飾った。一軍内野守備、総類コーチコーチとして一軍帯同し、2015年までは一類、ベースコーチを務めていたが、2016年シーズンは一類、ベースコーチを、大道天領打撃コーチと交代し、工藤君康監督を作戦面で支えるべく、ベンチに配置転換された。 しかし、2017年には再び一塁ベースコーチを務めた。2018年シーズンより、井口が新たに監督に就任した、千葉ロッテマリーンズの一軍ヘッドコーチ兼内野守備、総類コーチに就任。井口からは、連日のように電話で、コーチ就任を頼まれたという。ソフトバンク時代同様、一塁ベースコーチを務めていたが、井口の要望により、 ベンチで井口を支えるため5月11日からはヘッドコーチに専念した。2020年からは一軍ヘッドコーチ兼内野守備コーチに配置転換されたが、石峰正代が総類コーチに就任したため一類ベースコーチは務めなかった。2021年からは育成力を期待され二軍監督へ配置転換された。すぐに周囲に溶け込むタイプであり、 大英遺跡直後から藤井正夫とも非常に仲良くなっていた。藤井の葬儀では出棺の際、藤井の兄貴分であった、工藤君康、主力の国母勇気、若田部健一らと一緒に棺を担いだ。同い年である、田上慶三郎、大越はじめ、種田一氏、大西高幸らと親交が深く、予定が合えば他チームの選手ともゴルフをする。チーム一のガッツマンで、 引退した田口正則らと共にムードメーカーとしても大きく貢献した。日本プロ野球選手会ウェブページの伝言コーナーでは後輩である井端博和に尊敬している先輩と言われたり、門倉健に先輩の遺言をぶつけたりもした。1999年シーズン中に移籍した大英で古巣の中日を下して日本一を経験する。慣れ親しんだ。 名古屋ドームでの日本一決定直後、鳥越は一人だけ、中日ベンチの方を向いて、ガッツポーズをし、その瞬間の写真が、週刊ベースボールでの引退記念インタビューの冒頭に、掲載された。翌2000年、大英は、V2 を達成したが、祝勝会で、インタビュアーのオーリエに、これ、名古屋も映りますかと確認した上で、私、2年連続で優勝することができました。 ありがとうございました。背景、星野千一様。イエーイ。と発言し、プロ野球チプレー、高プレー対象などでも取り上げられた。本人は、週刊ベースボールの引退記念インタビューにて、ホークスでは、星野監督にトレードに出されたという反骨心で、頑張ろうと決めていたと語っており、星野に対する悪い印象は、一切ないと語っており、2017年には、星野の 野球殿堂入りを祝う会にも出席している。2008年に妻を乳がんで亡くし、ピンクリボン運動に賛同、球団と話し合い毎年5月に行われる、高ガールデーを発案し乳がんの早期発見を呼びかけている。1軍内野守備、総類コーチは、2軍内野守備、総類コーチを務めていた、小坂誠が代わって務めた。ありがとうございます。